というわけでですね、またまあまたどこに行ってるんですかね。風車がね回ってますよね。再生可能エネルギーなんてね言っちゃってね、お前のあそこは再生可能なのかとかね言っちゃってね、はい、すいませんってね、活躍金が切れてるんで再生できませんなんて言っちゃってね、バカですけどね、ということでね、何やってるんですかね、またね、またねどっか行ってますけど、フラフラとね、何やってるんですか本当、大丈夫か本当に。あれなんですけどね、あのね、やっぱりね、なんでね私がねまた考えてあげました。なんてね、オフィス来たのがねうまくいかないかね、あのね、なんかね、なんか知ってるけど、要はね、なんかあれなんですよ、身の丈を知らないんですよね。あのね、もう弱小事務所でね、中小企業なのにね、なんかやたらと張り合おうとしちゃうんですよね。なんかね、要はあのあれですよ、松竹とかね、なんですか、吉本とかね、そういうところにね、やたらね張り合っちゃうんですよね。で、あれですよなんてね、松竹が、この劇場ね、の1回の公演のね、要は、芸人派遣料、例えばね1億円で、札出してきましたなんて言ったらね、よしなんで9999万9999円でね、もう1回札入れろなんてバカなことやっててね、で最終的にはねまたね、1億で入れたとこね、8000万ぐらいで松竹がねまた入れてきましたなんてね、うん、じゃあ7999万9999円だなんてね、そんなことばっかりやってますからね、それ儲かんねえはずだって思うんだよね、それ気づかねえからな本当な。それで、であとねあれなんですよ、新人芸人をね、採用するページにね嘘ばかりが書いてあるってね、これだからね、これを聞いてる、あれですね、新人芸人の諸君はね、ちょっとね、よく読んで、あのね、大体ね変な会社を見破る方法を教えましょう。大体なんかね、なんか知んないけどね、要は でお前でかいビジネスをね、できるんだぞとかね、ま、なんか要は世界が相手だとかね、ねお笑いで日本を動かすなんてね、そんなことが書いてあったら、まずそんなところはろくなところではないので、やめた方がいいでしょう。だからね、あれなんですよね、もっとね、まあ、正直にやればいいんですよね、我々はなんてね、大手がね行かないような、ちっこいね、地元のね老人ホーム、ばっかりね、回ってね、一軒、小口のね、なんか、5万円ぐらいのね営業からやっておりますなんてね、ちゃんと正直にそうやって書けばいいのにね、やたらね、やたらこんなでかいことをやってるなんてね、で我々はこんなでかいお笑いをやってるなんてね、そんなことばっか書いてあるんですよね。それでなんかよくわかんないけどね、あれなんですよね、あの有楽町の、ま、丸の内のあたりのオフィス街かなんかでね、なんかかっこよくね、なんかスマホでね、なんかこう電話してる写真とか載せちゃってね、お前そんなのそんなことしてねえだろ絶対っていうね。だいたいあれですよ、変なね、田舎のね、田舎の駅から遠いなんかね、なんか老人ホームとかね、老人ホームとかね、なんとか市民センターとかね、そんなところにね、なんかね、みんな汗水垂らしてね、20分もね、15分も20分もね、大汗かきながらえっちらこっちらね歩いてる、あの草むらみたいなところ歩いてるんですから、ちゃんとねそういう実情をねちゃんとね正直にやればいいのにね、なんか知んないけどね、私たちはね大都会でなんかね、この世の中を動かしてるんだみたいなね、そんなこと書いて、だからね多分バカなね、広告代理店が持ってくるのをね、だからさ、それを選んでるね、選んでるのは多分ね、ピーカのね、あの 目がね、あの千葉市っていうのはあのバカだからね、まあそういうセンスがないものになるのは仕方ないでしょうね、私だったらね、もうあれですよね、もうすべてね、私がそういうね、センスが、私はもうめちゃめちゃセンスありますから、自分で言うのもなんですけどね、もう全部で、正直にあれですよね、あの川を渡っちゃった人の話とかね、それをね、紙芝居風にね、やるんですよね、昔々あるところになんてね、こんなお笑い芸人がいましたなんてね、演芸場に間に合いませんなんてね、で橋もありませんなんてね、彼は泳いで川を渡りましたなんつってね、でそのままスポンポンで、演芸場にたどり着いたらね、おじいちゃんおばあちゃん大喜びで大成功でしたみたいなね、そういう紙芝居みたいにしてね、
鉄拳みたいにね、パラパラ漫画でね、やるのをね、採用ね、ホームページに載せますよね。で、そういうのを見てね、あ、これ、この芸能事務所は面白いってね、で、そういうやつだけ来てくれればいいんですよね。大体変なね、でかいビジネスとかそんなに憧れてるのはね、そんなね、学生のくせにね、てめえ何も分かってねえなって思うんですよね。お前、最初はお前、地味にやるんだっていうね、と思うんですよ。ということでね、ねえ、まあ結局な、あれですけどね。また、やっぱりね、やっぱりどう考えても、ウォーターサーバー事業は無理。